はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの筋力ピックアップガチャの方を引いていきたいと思います。で、まあ内容に関しましてはブログの方でアップしておりますので、まあ、ちょっとそっちで確認を取っていただくとして、今回は30連目までですね、バナーキャラから SR 以上1枚確定のところまで引いていきたいと思います。まあ、3キャラはね、まあ、正直誰が出てもいいんですけれども、まあ、やっぱり7位ですね。7位が欲しいです。で、まあ、ちょっと引く前になんですけれども、今って春英高校の強化期間で結構長いじゃないですか。で、多分春英サクチャレが来るんじゃないかとこう噂されていて、バージョンアップしてこのデータあれこれですね、これ見ました。っていうか、まあ俺もいろんな情報で知ったんですけれども、イベキャラのところで、得意練習2つ持ちのイベキャラについてっていうのが追加されてるんですね。まあアプリをやってる人についてはもう得意練習2種類持ってるキャラはいろいろ出てるので、馴染みはあると思うんですけれども、サクスペの方はまだこういったキャラが出てないんですけれども、アップデート後より、こういったイベキャラが登場いたしましたということで、春英サクチャレでこの得意練習2種類のキャラが報酬として出てくるんじゃないかと言われてます。で、まあ誰が来るのかっていうと、まあ上限解放して固有が発動する風薙か、まあ、なるみっていうキャラがいるんですけれども、まあ、その2キャラじゃないかって言われてるし、まあ、最初はねちょっと2種類持ちで、まあ、しょぼいっていうのもあれですけれども、まあ、鏡くんから実装されていくんじゃないかとも言われてます。まあ、いずれにせよ特攻キャラがやっぱりね重要になってくるんで、まあ、今回のガチャも特攻キャラになるのかなっていうまあここら辺はもう全部噂で、まあ、単なる予想でしかないので確定的な情報ではないんですけれども、まあ、例えばねこの3キャラ、まあ、水月くんとかがね特攻3とかになってくると、まあ、やっぱり持ってた方がいいとは思うので、まあ、それも兼ねて引いていきましょう。じゃあガチャ画面に行きます。じゃあプレミアムガチャですね。まあ、単ガチャはどうしようかな。ちょっと石がきついといえばきついんだけど、700個だっけ、10連20連30連でやると、そうすると一応35個になるのか。まあとりあえず10連ガチャから引いていきましょう。ここは200個で引けて PR 以上1枚確定、バナーキャラですね。で SR の出現率が2倍ということで、こういう時にやっぱりね SR が出てくれると嬉しいんですけど、とりあえずグググポン赤、おおいいね。まあ、あとね倉庫も実装されたんで、清本か、俺はミキサーにしようミキサー多分できるかな今回、この清本くんが出たことによって。でライチの PR も嬉しいですね。ライチもねやっぱりねプラゴにしたいですよね。ほんと試合経験点ボーナスがつくんで、って言っても俺はまだプライチなんで全然無理なんですけど、じゃあ20連目いきます。ここは SR が1枚確定してますと。ここら辺でね普通に優秀キャラが出てくれればいいんですけど、キャラ数がね多すぎてね、なかなか有能キャラを引き当てるというのも難しいんですけども、余剰いいですね。俺は余剰はねもう本当に暁大付属で完全にお世話になるんで、で余剰も上限解放すると、やる気効果アップとかつくんでね、これはかなり嬉しいですね。でまあ他の R、PR がうーんって感じかな。例によって左京だか右京だかよく分かんないのが出てますけれども、余剰は上限解放していきましょう。では30連目に行きます。これはライチか七井か水月ですね。引いていきましょう。七井ね、で七井とね暁守はねもう俺のガチャはねほんと入ってないんで、これは1個、ライチよし解放していきましょう。サイガの PR、 サイガもねもうプラゴなんで、ライチの PR とかは出なかったか、というような感じだったので、さっきの清本くんって入ってるかな。あ、そっかロックがかかってんのか最初ちょっと待ってね、ロックを外して多分ねミキサーができるはず。いや倉庫が実装されたのはねほんと便利ですよね。イビキャラボックスに行って、
で、清本くんどこだ、いた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 、ロックを解除しましょう。下にね坂本源くんが2人見えましたけど、坂本くんもミキサーに突っ込みますと。じゃあ最後に、ミキサーガチャをやってこの前はねミキサーガチャからミキサー券のブロンコが出てきたからね、ブロンコも早速突っ込んでいきましょう。同じキャラね2体突っ込むのはちょっともったいない気がするんですよね。ミキサーからは出ないんで突っ込んだキャラは、まあ一応ちょっとこれでやっていくと、あー坂本くん入れないとダメかな、ダメっぽいな。あと全部ロックされてるか。あ、ちなみにね俺ブロンコプラゴですよブロンコくんプラゴになってます。じゃあ坂本くん2枚突っ込むか、意外になかったな。まあいいや、これでミキサーしていきましょう。ほんとねミキサーからミキサー券が出てくるって悲しいんで。さあさあさあ、おお、カマカリだ、よし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 、これ超嬉しいね。まあ、カマカリ自体は自分の動画を見てくれてる人はわかると思うんですけれども、まあプラゴではあるんですけれども PSR のねカマカリを持ってるんで、じゃあちょっと余剰ですね解放していきましょうか。入手順っていうよりはキャラ順、レア度順、レア度順でいくか。あ、そうか、余剰ロックされてるんだ。で余剰はそうそうそうプラ2なんで、これでプラ3にするとやる気効果アップ100がつくと。いやーいいね。まあ、ちょっと今はねどうしても春英メインになっちゃってるんで暁大付属はなかなかないんですけれども、ちょっとこっちまで戻っちゃったよ。これめんどくさくないですか、本当に勝手にロックされる機能いやまあいいといえばいいんだけどさ、せめてさオンオフはつけてほしいよね。ライチもちょっと待って、ね、あれ今どうなった、家にしちゃったのか。ライチのロックを解除して、余剰もロックを解除すると。でこれで確定にして、強化と。でプラ2に余剰を突っ込みますと。よしこれでプラ3で、ライチも突っ込みましょう。ライチどこ、普通のライチ、いた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 、プライチなんでねまだ。でそうすると例によって俺はまだあれが残ってるんですよね、選択権ライチに突っ込もうかな。まあ、まだ残しておきましょう。ナルミアもねうまく上限解放できればそっちに使いたい気もするんで、とりあえずプラ2になりましたと。ライチくんはようやくですね、ほんと。というわけで、じゃあまあ今回はこれで、終了したいと思います。まあ春英ね作者で来るかどうかはわからないですけれども、まあ来たらねやっぱり特攻キャラを持ってないと春英はね結構厳しいと思うんですよ。春英はねそのドバーッと経験点が入るような感じじゃなくて、いかにね多分取りこぼさないか、その試験での経験点を取りこぼさないかっていうところにね尽きると思うんで、まあ、そうするとやっぱり特攻キャラをどれだけ持ってるかっていうのがものを言うと思いますので、まあ、ライチ君とかね、レベルとかもっと上げていきたいんですけれども、まあ、どうなるかはわからないですね。まあ、とりあえず、そんな感じで今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。